か、まあ、どちらも使えるのもペニー選手は使える選手だと思います、うん、さあファーストラウンド、いや頼む、来ましたね重要なファーストラウンド、頼む日本代表、さあアタッカーサイドクレイジラ君、今回は A ラッシュそしてラーカーにマンチキンを置いたという編成です。うん、それにしてはかなりゆっくりな展開ですね。さあメデューサのドローンから、ここにはスターが2つ置かれています。ワイン側に入っている情報はバジュマにも言ってるでしょう。センターの楽、ここマンチキン、ここでの勝負はどうだ。あ、無理しない、まだ A メインでは仕掛けてはいません、あくまでマンチキンの楽、センター多めというような雰囲気は出しています。マンチキンどうだ、この先はデビズ、しかしこれでどうするかクレイジーラ君、残り4人、いや惜しかったですね、今のでワンピック取りさえすればそのまま相手の防衛を崩して振り回すことができたんですけど、エフィーズ準備してますね、もう B 音が一つでも鳴るか、タレットが反応した瞬間にショックボルトを打ち込むっていうところですかね。非常にいい配置ですね。さあ、空フォームが入ってここにショックバス、かなり当たった、合計100ダメージぐらい入りました。34、38、さらに23のダメージが入りました。離婚落ちてないですね。いやもう B 寄られてるのでかなり苦しいですが、あとはフィジカル勝負、グラビティベルを入れて守っていくバージョン1、ここをネズが崩していきますが、リオン1オン2です、体力は6、うん、ファーストラウンドはバージョン1が取りました。まあまあまあここからですよ。そうですね、削れた方ではありますけどね、うん、マンチキン惜しかった今のは。まあでもマンチキンの読み良かったですね、あのもうマーケットに1人いるの分かってたんですけど、先にまあサイトがあの、ね、奥の、ね、ベース側と勝負してという強気なプレーだなと思いましたね。まあでもこれでねある程度情報が得られた第1ラウンドだったようにも思います。しかしまたタレットを置いているのが、はい、バジュマンタレットを置いて、そのタレットが反応した瞬間にショックボルトというのは変えなさそうです。ああ、オーブ対策ですかねこのホットハンド。そうですね、まあ、この辺りはかなりね最近では流行っているホットハンドフラッシュです。グラビティゲルも来ます。まあ、ホットハンドフラッシュで前に出るゼルス、両サイドのオーブをかなり警戒しますね。いやこれ位置バレたぞ。ここにもしっかりスモークを張っていきます、うん、これは連携を取ってしっかりとネスが下がれるようにスモークを叩きました。あ、ショートジャッジ持ってたんでバニティが持ってたんで怖いかなと思ったんですけど引いてくれましたね。 A 面は取られて、一方センターは取れているキャットもマンチキンが取り返そうという段階。ここにもタレット、さあお互いのタレットがこの B 側に設置してあります。うん、ゼファーがミッドを見ながらのリオン、かなり低めで出待ちをしていました。マンチキンがここ行く、当たってる当たってる、あと一発グラビティウェルを仕掛けていきますが、これは一つチャンスが生まれました。さあジェットの体力のカバーをこのスモークでするか。さあペニーをしっかり奪えればチャンスだ。ファーストキルはジェミズ、メデューサを倒しました。中ではどうでしょう、ヘブンとの勝負、いけるジャッジ、よしジャッジは落とした。しかしペニーが下で耐えた。いや体力ないんですけどね、硬い。セカンドラウンドもバージョン1が取ります。まあでもここはね、うん、武器の差がありました。いやただ今バージョン1もあまり購入してなかったんですよね、はい、ゴーストあとはジャッジ、このラウンドバンダルファントムが出てくる可能性は大いにあると思います。 One enemy remaining。 すごいデジタルバイブランスだ。確かにね、Windows XP 時代を思い出しますよね。僕もあれぐらいの設定でやってますからね、家で。はい、あでもそうゼロシス視点でしたね今の。ね、うん、スペンター3名、ジャッジ1名、マーシャル1名。いやここ重要ですね。このラウンドはむしろ人数有利を取ってラウンドしっかり取り切りたいですね、クレイジラ君。そうですね。さあセンター高め、ここに置いてあるのはペニーです。いやこのジャッジ怖いですね。おお抜いた、うん、ファーストキルはマンチキン、さすがマンチキン。ここから流れを変えてほしい。やはりこの A ショートの勝負多分日本一、ゼファーもカバーに入ってますね。そしてこのブームボットを飛ばしてゆっくり入った素振りを見せて下がった音をあえて出す。これで B 側の可能性を匂わせるところあるんですけど、 B って正直タレットがアイアでも引き目に置いてるな今回。
どうでしょう、ここからこれで今のドローンで B に寄らせたいという目的はシアルあるんですけど、ここからラッシュです。A メイン、ヘブンにはペニー、先に入ったゼファー、イクラとバスト、ペイント弾も入れて中は取れました。ただ帰ってくるのはこのホットハンドとブレイズでしょうか。フラッシュはよけたい、ね、ショートがかなりこうタイミング見て入りたがりなので怖いですね。設置まではいけました。いやこれだけでもでかい、4人での取り返しバージョン1。さあ5人の配置見ていきましょう。ゼファーいい位置にいます。体力が少ないネス、耐えろゼファー耐えろ、ここ粘れればネスも抜いていきます。裏はないですからね。徐々に時間はなくなってきましたよ。メインにも2人、いい、ね、リコンも入れてます。さあここゼファーしっかり抜いた、うん、3対3取り返していく。バージョン1時間はない、時間はないですがかなり削られてしまいましたね。ここはラウンド取得に成功しましたが武器は削られました。倒しきりたい、うん、ナイス。これで一本キープのラウンド終了。かなり削られてしまった。やはりこうフィジカルの強さ怖いですね。強いですね。まあバージョン1はこのラウンドはある程度捨てながら相手のクレジットを削ったというラウンドでしたね。今のもこうヘブンで少し勝負して難しいと思いきや全員で思い切って切り返していくという素晴らしい動きが、まあ、バージョン1にもありましたからね。そうですね。いや大田さん、はい、ちょっとドキドキしますね。いやもうね心臓に悪くてね見てられない本当に。そうですね、ここ武器購入どうするかな。あゼファはオーブを取って、そうですね、アルティメットのブレードストームで切り崩したいというような素振りです。フレンジー購入、ただオーブに触れられるかですよね。これ A 入れさせるんですね。バージョン1の配置面白いですね。A が今度開けるの221か、配置でも先ほどまでホットハンドフラッシュが来ているのでオーブ触れるのも難しいですよね。まあ、ジェットであればブインクはできます。やはりマンチキンが先陣切ってしっかりとエリア取りをしていくという動きは変わらないですね。ただ問題はこのマンチキンが今ずっと落をし続けていることで、マンチキンがいるところではないところに人数を割いているという情報も出そうですよね。グラビティウェル、これは打たせてから、さあこれでブレードストーム、中央気をつけたいですね。世界に見せつけろゼファーのブレードストーム。あここはそうですね、ただセンターのカバーペニ ー、 いいカバーだこれ。ファーストキルはペニーです。ずっともう2つ差線を置いてましたね序盤から。さあドローンを流してワインはクリア。ちょっと苦し紛れの A 攻めになりそうですけど、ゼファーからのエントリー。さあブレードストームで人数削ることができるか。止めた、ライトバック抑えたぞ。3本は打った、いや4発打った、フラッシュの開始、これは何も見えない。フレンジに切り替えた、しかしメデューサのカバー、熱は落ちた。ペニー3切り目メデューサ、しかしここはジェイミーズのカバーです。3対1、クレイジーラックがここでエコラウンドになりそうですか。ちょっとクレジット状況が芳しくない状況になりそうです。サイト取ってからの取り返し方がかなりいいですね。相手にプレッシャーをかけて相手が顔出しにくくなったタイミングで一斉に入っていくという動きをしていますから、かなりこうリテイク自信持ってそうですね。バージョン1、特にペニーがこういつもどこからでも打っていきますよというようなねアプローチをかけてますよね。プレッシャーのかけ方という点においても、まあ、さすがだなと言える展開になってます。さあここでエコラウンド、今度 B 配置ですか。バージョン1結構揺さぶりますよね。1個前は中央固めかなと思ったんですが今回 B 固めですね。そしてタレットはかなり高め、ショックダーツも用意しています。いやこのブルーアンダウンだからこそ強気に、まあ、流れ的にはよくある日本のスタイルにも近いです。これ飲まれてはいますね。シャッターは締めさせた、ただこのゆっくりな動きが相手にとってどうなのか。うん、ジェイミーズ、しかし1人飛ばしました。手前にはゼルス、ホットハンドフラッシュで警戒していきますか。ビーコンで4人ですか、ここも抜いていきます。ここも打ち合い勝つ、ヘッドパンチ受けながら、ここもゼルス、スパイクが落ちてしまってこれもバレてますね。
まあ、少しこう相手のエイム、そして飛び出し方に悩んでいるようなクレイジーラクーンの動きです。一人は持っていきたいですね。少しずつペインもこれ裏警戒し始めてますが、もしかしたら裏来るだ。よしよし。いやー、当然2人で見てきますよね。そうですね。まあ、ナイスバレーですね。しかしながらキャットのあのヘッドパンチ受けながら抜いたのびっくりしましたね。惜しかったんですけどね。武器があれば勝っていた状況ではありましたよ。さあここまではクレイジーラクーンまだ1本しか取れてはいませんが、バイラウンドになります。タイムアウトかな。ああタイムアウトのようですね。ああ取りますか。取ってますね、まあ、クレイジーラクーンですよね、おそらくね、はい、いいですね、早めの、いいタイミングだと思う、まあ、早めにね立て直して、まあコーチもね素晴らしいコーチがいますから、はい、しっかりとこう相手の今までの動き傾向を見ながらそこに対する対応策というのを指示していると思いますけど、はい、まあ、今のところねゼルスのフラッシュであったり結構この同じような守りに見えてフェニックスを入れたりとか、まあ、キルジョイとこのエフィーズの相場のリコンボルトとショックダーツがうまく機能しますよね。あとどっかしらのエリアをかなり必ず取りに行ってるんですよね、バージョンは、はい、でそこのタイミングが重なった時に結構やられてしまってる印象があるのが気になりますね。まあ、それどう読むかですよね。あと攻めるためにはここ硬そうだなっていう、今回、まあ、今見てる限り A 固めるのかなとかって思いつつも、あとはエリア取りも含めてかなりこうバージョンの方が積極的にエリアを取ってきてますよね。そうですね、そうですね。そこは人数割り切ってかけているので、あとキルジョイの運用の仕方が面白いですね、先ほどから。結構ね日本だと見ないタレットの置き方ですよね。これアルティメットペニーがブレードストーム、もう使う準備は整えています。そしてロックダウン、返しのロックダウンもジェミーズがあります。まあ、ロックダウンに対してはハンターズフューリーが一方的に打てる状態ではありますが、はい、エフィーズがあと1でハンターズフューリー上がってしまうとちょっと怖いかなというところがありますよね。ただこのラウンドはアルティメットを使ってでも何としてでも抑えたい。ああこれはあもしかしたらタクティカルではなくテクニカルに、テクニカルか、まあ、何かしらの不具合もしくは何かのトラブルが、まあ、正直忖度 100% で話すとこのポーズありがたいですけどね。そうですね、個人個人おのおのの精神を、まあ、少し ね落ち着かせるタイミングではあります。まあまだ1マップ目序盤ですからね。そうですね、まだでもなんかこう本調子出てないかなって感じしますけどね。まあ、やっぱりこうプレーオフを勝ち上がった時のクレイジーラクーンというのは圧倒的爆発力っていうところがとにかく目立ってたんですよね、はい、それがまだちょっと見えていないかなというところではあります。さあここから再開の模様です。カウントダウンが始まりました。このラウンド取りたいですね。ここは取りたい。アルティメットをふんだんに使ってくるかな。まあ、ここも同じようなホットハンド、フラッシュの構成となりそうです、やはりどこかしらには必ずこういうアクションを取ってきますね、まあ、日本でもねラズ選手がやっていました、クレイジーラクもちょっと配置変えましたか。攻めの配置としてはあとスピード感を少し高めてきましたかね、早めにショートを取りに行くという動きでしょうか。カバーなし、まあ、レイズの強みを最大限生かすようなこのポイント。キルジョイが固めてるんですよね。今度はタレット手前一人、ね、ただフェニックスは落としました。11交換ならまあ悪くないかなと、そしてキャットでワンキル取れてることによって、まあ、どこかを寄らせることには成功しました。あと今キルジョイが A にいたの見えたじゃないですか、はい、だから B 攻めするんでしょうね。で、まあ、でもこれバージョン1 B 入れてあとはロックダウンで取り返そうという判断ですよね、おそらく。まあそれに対してハンターズフューリーこっちはありますから、打った瞬間ペニーズが入るんですかね。ペニーあとはエフィーズがワンキル取れれば結構、ね、怖いですね。入ってきます。ここは開けてエントリーさせます。エフィーズはうまく抜いて、さあペニーも狙っていきます。いつでも入れる準備。どこでロックダウン打つか。これ設置、取り返しのタイミングは設置した直後か。抑えれるか。ゼファは高めの位置、エントリーが入ってきた。まずはペニーに抜かれます。いいリコンボルト、ペニーさらに入っていく。うわ2人目、
お互いのロックダウンがあります。ハンターズフューリーを返している。ただグラビティベルの横からペニーが4キル。ゼファーも高めの位置でできるだけ相手のリテイクを潰そうという動きではあったんですけれども、はい、それよりも早いタイミングでこう入られてしまったのと、どうしてもこう自分の位置が露呈してしまっていたのでかなり不利でしたね。いや、大田さん、ペニーの動きの特にガレージ、そうっすね、もう完全にこれ倒したというような決め打ちでした。ここね、位置移ってしまっていたので倒されてそのまんまここね、もう倒せるでしょと。やはりこう中で守っていた選手とこの外で守っていた選手で分断されていた状態っていうのがきつかったですね。設置中のタイミングからもうリテイク始めてましたから、うん、でロックダウンロックダウンハンターズヒューリーで相手が動けないのも予想して一気にサイト入っていった、はい、あそこも本当うまいですね。ベリーもその個々の動きではなくチームとしてのジェットの役割も果たしていると。さすがの強さですね。現在5対1。さあまたしてもマンチキンはシェリフを持ってこのキャットからバニティを相手にします。ファーストキルはペニー、そしてジェミズ、あーミッドか、強いな、強気で詰めていきます。ここもフラッシュ入れながらカバーに入ったペニー、ジェミズ、さらに2キルずつ、最後はエフィーズ。いやここで6本目ミッドショートだけで潰されてしまいましたね。ここ流れ変えたいな。そうですね、はい、初動のマンチキンのエントリーというか削りは成立しているっていうことは、はい、必ずこう打開点を何とかしら作れるチャンスがあるってことなんですよね。じゃあその後どうつなげていくかというところがむしろポイントで、うん、結局リテイクが強いので、はい、それを封じる動きっていうのをここから見せていかなきゃいけないですね。まあ、マンチキンと一緒に誰かを、ね、こうカバーさせて、まあ、しっかり2-1交換まで持っていきたいですよね。そうですね、それも一つあります。一応動きを変えたいかなと個人的には思います。オペレーターの位置は分かりました。それでも強気ね。3回目出ようとしましたよ。ここでもマンチキンは前に出ます。今度はセンターペニー、ここにはリコンを打って、 いや怖いのはここですかね。ここには反応しません。やはり強気に勝負し続けますね。なかなかこういうふうにずっと置くオペレーターいないですからね。打開したい。ここでの勝負はグラビティウェルを誘いました。ホットハンドも使わせた、まあ、こういうふうに一つのアクションでアビリティを使わせることで取り返しの時のアビリティを少なくすることができます。ただファー顔出せないですねこれね。2差あるからな。そうですね、ミッド入られてることはもう掴んでいますからね。残り40秒、もうこれは B に行くしかありません。ここからの B バサミゼファ見えたが、足音でバレましたね。ハンターズフューリーも待っている。いや、ジェイビーズ挟まれてる。ハンターズフューリー、ただなんとか熱は返した。マンチキンも中に入っていく。これで2対3、時間を稼ぐショーストッパー。うーん、中にはいない。残り15秒、設置まで行きたい。ただスパイクキャリアはこのマンチキン。10秒、時間はないぞ。一応任せましたね。2対3、ある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 。さあネスマンチキン、アビリティはだいぶ削れてる方ですから、この2人で打開できるか。ネス見せろ。ネス、いやー、やられた。マンチキンワンオンツマンチキン、おお、ここで使ってきた。ワンチャンス、ワンオン、もうこれはいける、いけ、よし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 、ナイスクラッチ。これが元リーガーマンチキン。このクレイジーラクンを支えてきました。いやー見せた、やっぱりマンチキンよ。まあこういったので流れ変わるんじゃないですか、はい、本当に気持ちも変わると思うんですよ。あとはもうマンチキンに負けないように味方がついていくだけ。そうですね、もうだからもう信じるしかないですね。おのおの味方を信じていきましょう。やはり韓国語になってる、そりゃそうだな。選手の画面直抜きだからな。解像度もね、うん、1600ですかねこれ。いや、確か1440。2対6。いやー、ペニーのオペレーターが脅威なのが変わらないので、これをどう倒していくか。これを抑えれないと結局エリア基本取られちゃうんですよね。ミッドからセンター抜けがこの時点でもうないっていうのがバレてますから、
ただ今回は変えていきました、マンチキン、ゼファ、かなりセットアップ、人数を割いていきます。取れれば大きい、入っていく、ナイス、ダサキル、これでジェミーズを落としました。5対4の人数状況、マンチキンの体力は16、ゼファーもブレードストーム、いやゼファーの動き、また先ほどの、おお、素晴らしいヘッド、5対3、間違いなくマンチキンから勇気をもらったことでしょう。その勇気を引き継いでブレードストーム、ワンキル成功しました。取り返しが難しくなりました。バージョン1これ連続でラウンド落とすとちょっと苦しくなるので、セーブの可能性高いですね。そうですね、まあ、あとはむしろクレイジーラクーンのクレジット削れればいいというような配置です。まあ行くのはセファーだけですかね、 CR も、うん、武器購入してませんからね、うん、ただ素晴らしいラウンドになりましたね。今までは比較的マンチキンがソロで動くことがありましたけれども、セットアップの形を組めました。やはりこういう動きをいろいろ変えていけばね、相手もマンチキンに対応というか難しくなりますからね。レイズがいたらどうこうっていうのはもうなくなります、はい。まあこれね、あの6本先に取られましたけれども、6本まで取り返して前半ねイーブンで折り返せれば十分と言えるでしょう。はい、ここ大きいか、ここ大きいね。ゼファーの画面、あのバイブランス眩しすぎて見えないですね。これすごい色合いですね、設定。3対6、いやー B3、 これはB3 に対しても回答策があるのか。離婚も刺さってバレました。しかも今のでオペレーターはバレていない。ただすが危ないですね。Sどうする、打たせましたね。うん、でも確かにこういったプレーは、まあ、過去にもあのアブソリュートジュピターと対面してもレータ選手がやってたこともありましたので、うん、なんとなくいるかもしれないというネスのピークでした。B 手前取られてるから代わりにミッドを取りに行くことによって、マーケット側を注視させなきゃいけない。結果的に B を寄らせるような動きを見せてますね。これめちゃくちゃ戦いやすそうですね。これ A 攻めですよ、うん、B を手薄にしたいという狙いがあります。それでマンチキンのラークもうまく合流してショックダーツは受けるものの、ブームボットからのスタート、そしてペイントダウンを入れて手前はクリア、エントリーです。グラビティウェルを待ちます。入れる、入っていきます。設置もできるけど、いい離婚ですね。ここからですね、素晴らしい離婚。あとはロックダウン対策どうするのか気になります。そうなんですよね、分かつのかな。取り返しが始まります。ロックダウン発動、ね、さあこのツリー付近のロックダウン、ゼファーはギリギリまで我慢します。よっと、壊してるぞ、壊してる、壊した。メデューサかな今の、いった、アストロボム中、ナイス、ただ横からマジで続ける、上空よりワンスリー、ワンスリー、よーし、よし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 、これはでかい。今どうやって壊した、ネスですかね、多分ネス、多分ボディでいったんじゃないですか、無理やりいったか。チェストメデューサが割と近めにいたような気がしましたけど、ね、いやどっちだ、でもメデューサね、ショックボルト使い切ってたんですよ。あ、使い切ってたんだ、あ、じゃあ違うか。あるとしたらもう正面、我々ね、もうしがみついて見てましたからね、うん、いやでもこれ取り返したのでかい。このタイムアウト間違いなくバージョン1でしょ。いや今のプレーはちょっと驚きましたけれども、これで逆にロックダウンが上がったのがネス、うん、バージョン1のタクティカルタイムアウト。いやこれハンタースフィリーも当分上がらないですから、先ほどのプレーです。あ、裏取りのマンチキン、裏取りでマンチキンが2キル、ね、いやただこれ終わった後ですね、終わった後ですよね。でもシャッター多分割れてなかったんじゃないかな。どうしたんだろう、まあ後ほどの皆さん ね、 そうですね、はい、少し戻しながらスローで見てもらえればと思います。コメント待ってます、正解コメント。そうですね、うん、いや流れいいですね、いい流れですね。最近あのもしかしたらマンチキンのあれがブラストパック届く研究がされてたか、可能性はありますが、最近あのツイッターとかでもあの他のマップでのロックダウン、解除のブラストパックが結構流れていて、新たに研究したものがあったか、そういうところもありそうですね。まあ、アビリティでいくならマンチキメデューサしかいないですもんね、ただ
エイムだけを見ると、はい、CR だいぶ温まってきてる印象があるんですよね。序盤取られてきたと。あ、ネスさんがショートから無理やり壊してらっしゃるってコメントあるな。だからそのキルログ最初に取られたんですよ。でネスが倒されて銃声がしてたんで、多分ネスが無理やり行ったのかなと。なるほど、なるほどね。あ、やっぱり、ね、もう体で行ったんですね。はい、まあそれが ね味方を助けましたよね。チームに勝利を導きましたよね。4対6これチャンスが出てきました。あ、 B 側はこれオーディン出しましたよ。まあ、これでリコンプラスのオーディンという新たなプランを取ってきました。オペレーターも出してますし、でもここ勝てれば相手エコラウンドですよ。むしろ調整、うん、調整というか無理替えですね最後。はい、うん、結構この表情見てるとバージョン1側も取られ始めたなというような表情を見せてますね、うん、まあでも正直に言っちゃうとやっぱり日本ってそんな警戒されてなかったはずなんで、はい、うん、そういった意味でねチャンスですね。右耳がすごいところにありますね。各チームのねリージョンのコメント見ててもなかなか日本のチームとか日本っていう言葉を言ってくれなかったりしてね、絶対覚えとけよって心の中で思ってましたけどね。このマスク欲しいですね。そうですね、 VCT のマーク入りのマスクいやまあそうですね、欲しいですね、もらえるだろうね。最近ねこういったバロラントのその装飾品っていうのが増えましたからね。さあ20秒でスタートです。 46B 怖すぎるでしょう。なんだこの配置。これはガレージ詰め。ジェットフェニックス相場のオーディンオペレーターバンダルですかこれ。後ろに下がったら下がったでオーディンが壁抜きで仕留めようっていうところですかね、うん、でジェットのワンピック狙いと。さっきと同じですね、やってることは。途中まではこれで情報を取りつつジェットをワンここに置きたいという狙いがありますね。あ、ただそこ警戒しましたね。うん、ゼルシスに壊してもらってみたいな。ただネスもかなりこの B 側毎回警戒していたので。いや、どこまで詰める。うわ、怖い、すれ違い。ネスが倒されるとまずい。今までとは違うぞというのは分かったんじゃないですかね。こうネスロックダウンあるんで。あ、足りてくれた。えらい、素晴らしい。マラモット嗅覚ですね。すごいっすね、今の嗅覚。やっぱり何度も言っていれば今までとは雰囲気が違うっていうのは分かったんでしょうね。ネスの経験が生きました。あら、今ゼファーアップドラフト使わされましたね。カーボール。さあここからセットアップ、 A バサミ、メデューサ、体力が65、耐えろ。いや、かなり苦しいぞこの位置。削れてる。5対5の取り返し。ネスのポジションがまた強いですね。マンチキンはリコン警戒。ファーストキルはヘブンからジェミーズ。リコン壊しますが、いや壊すのが遅れた。ブラストパックで移動しながら、よし、なんとか取り返したが、ショックダーツ、そこゼファー、ヘブンからエフィーズ。いやー、最後は抜き。バレていた位置が。ショックダーツすごいところ飛びましたね。いやー、敵が強いた、ね、相手のスモークがあるからスロー利用して堂々と打っていきましたよね。ゼルシスをなんていうかおとりに使ったような形でしたね。ラストラウンド4対7。 A の取り返しうまいっすよね、バージョンは。まあ、まあ、どううまいかなんとか見えないですけど、ただやっぱりこう成功させてますよね。ロックダウンを吐いてもいいかな、ちょっと迷うようなラウンドではあったんですけど、使えなかったですね。いいリコイルコントロールですね。4対7、ここ欲しいな。そうですね、48と57の折り返しは全然違いますもんね。もうアルティメット4つ溜まってるんで、はい、絶対に使っていきたいところですね。セットアップは A 側を狙っています。ゆっくり4人で進んでいきます。ロックダウン、まあ、使いますよね。さあラークはどうでしょう。リオのラーク、あー削った。ただゼルシスはあと1キル取れればナイトバックが上がるという環境です。中に入っていく。ナノクワームで足止め。ファーストキルはペニー。ここでの勝負、ジェットにしかできません。まあネスはまだある。ここリオン、リオンの位置重要。フラッシュを避けている。いやしかし走り打ち。いやアルティメット打つ余裕がなくなってきたぞ。さあマンチキンありますよ。クロストッパー、さあクロストッパー、いけ、当たってはいるが当たらない。メデューサ大事な位置、引き切ればハンターズフューリーがある。よっしゃ、いってる、いける。いや、いいぞ、時間稼げてるぞ。メデューサハンターズフューリー持ってる。ハンターズフューリー、いや時間稼ぎできた。スノー4、時間稼いでる。解除できてない。よし、これは間に合わない。
よし、取れた。よし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 。いや、UI が更新されてないから僕、2on4だと思ってたし。いや、まあそうですね。2on2 だったけど。2on2 でしたけどね。そう、ログ流れてたけど。5-7折り返しですね。いやー、ドキドキしました。5-7。ライアットちょっと UI。今も4-7だしね。5-7だよ、うん、今判定中かもしれないですね。うん、UI 頑張れ。するわ。来た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 。ありがとうございます。ありがとうございます。ます入りました。はい、1票入りました。1票入りました。UI のせいでドキドキした。でもやっぱりこの怖いですね、はい、このペニーが積極的にワンピク取りに行く動きっていうところが。いや、メデューササイトよく耐えましたね。いや、うまく逃げ切ることできましたね。 あそこでショートにくぐるという判断結構勇気いるんですよ。うん、思い切りましたね。いや、しかしペニーのあの勝負感、一番出てこないだろうというタイミングで出てきましたよね。マンチキももちろんそのペニーが置いてるの分かってるからこそギリギリまで顔を出さずショートピークで済ませていたというのもポイントでしたね、はい、マンチキがすぐ落とされていたらあれは逆転される可能性がありました。さあ今度は守り側ブレイジラ君、攻め側バージョン1。これタイムアウト入ってますね。ああ本当っすね。止まりましたね。タクティカルかテクニカルっぽいですよね。テクニカルっぽいですね。UI の止まり具合見るとテクニカルのような気がしますよね。まあでも57なら悪くないんじゃないですか。57はいいと思います、はい、正直、まあ、よくあるサイドの方がやりやすいと思うので、うん、あ始まってますね。始まってますね。オーブ取って引いてんのかなこれ。そうですね、まあ、よくここも見る高回転ライトバックを狙ってますよね、うん、ゼルシスに集めますね。はあ、このまま B のセットアップになりますか。クレジラ君はやはりあまりエリアを取りに行かないですね。プレーオフの時も思ったんですけれども、はい、結構引き目で戦えますよね、うん、さあここでゼルシスが取ったというような判定はしっかり握っています。そしてドローン、これでフェニックスと相場が確定で B にいることが分かりました。タブキーを見れば誰が取ったかは分かります。さあエントリージェットメイン、これは取り返しです。さあ取り返しはどうでしょうか。かなり時間がかかっているのはゼファーの立ち回り、取り返しにはまだ時間がかかります。入れさせてリテイクになる、はい、まあ、メイン先潰したいです ね、 そうですね。問題はガレージですよね。ここいやでも早いタイミングですでに中入れてバニッチに対してショックダッツ入った43のダメージ。バニティ潰したい。いやー取り切った、取り切った。11交換、後ろからバニティはネズが通った。対応した対応した。ワンスリーワンスリー、ゆっくりゆっくり。よしよしよし。67。いや見てるかエヌエ、これが日本やぞ。全然いいっすね。いいっすね、いいっすね。取り返し落ち着いてました。これ嫌な印象つけますね、うん、かなり5人で入れてガレージ1人、うん、ここからがっちり取ろうというのが NA でしたけれども、うん、そこをねひねり潰しました。ただね取り返しのタイミングマジで早かったです今、うん、マンチキンもスモークアートが逆に向けてって早い段階で B の表側にいないことを確認したんですよ。だからこそその、B メインの中にいる、バニティだけ気にすればいいという状態にできたので、取り返しは比較的容易に行えてたと思います。セカンドバイ、はあ、今日は2回目ですか。先ほどの EU のフナティックも、はい、セカンドバイしていました。いやこのセカンドバイ気づいてくれ、ね、早めに気づきたい。ここで気づいた。うわー弾2発削られましたね。ただこのラウンド取れれば大きいぞ。おお、いやいいカバー、スモークとの合わせでうまく逃げましたね。気づきましたねこれでセカンドバイ、うん、え、同じポジションに今度マンチキン入った。体力あるからかな。ヘブン社とヘブンですか。ヘブン社に攻撃するアビリティがなくなったからだと思います。ホットハンドね、ですから。ただ問題はここでゼルスがオーブを取ってまた倒されると次のラウンドランエットバックが上がります。ゴースパイ、おお、アレスフェニックスに持たせましたか、スパイク。これワンキル取って設置すれば結局上がるというところでのフェニックススパイクなんでしょうか。メデューサいいタイミング、ここ大事ですよ。あ、打たないか。あ、でも寄っていくゼファも、いやミッドショット誰も見ていないタイミングがありますね。怖いですよ。ここはいいリコン、一人は移りました。いやちょうどナイフ持った。さあここどうする。
問題はネスですよ。ネス当たってる、当たってる、当たってる。スパイクが落ちた、落ちた。どうだ、中のネス、中のネスを見せて。スパイクが落ちてる、スパイクが落ちてる。ネスも耐えた、ネスも耐えた。これは無理だ。よし、逃げない、時間ないよ。倒さなくていいよ。これ相手先クレジットですからね。次倒さなくてもいい、倒さなくてもいいよ。まあ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 、はい、ナイス7だ7。いや、これセカンド前を4人生存で取れた。大きい、めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい。ここはめっちゃ大きいですよ。ここは相当大きいですね。もう今あのスペクターもう魂のフルオートでした。いや、ね、ADS フルオートすごかった。いや、もう俺もうね、もう気持ち入ったね、気持ち入ったね。エータワーも絶対ここ一人持っていくわっていう感じのフルオートでしたから。あれのおかげでスパイク落ちたから、ね、ネスがよく耐えた、ね、耐えたね、よく耐えましたね。早く見せて中一番大事なポジションでしたから、よく耐えましたね。いや、これでこのラウンドもかなり有利になります。はい、77。レデューサーはフレンジーですね。すごいポジションで見てますね。いいですよ。いや、ちょっと食らったけど十分です。いや、いいよ、いいよ、いいよ、ナイス。いやいやいや、世界のヘッドショットランキングトップ5に入ってましたからね。入ってましたからね、うん、ヒロト、いいよ。まあ過去にはね、海外で苦い経験もしてますから、これ人数条件もかなり有利ですし、バージョンはもう割り切ってますね。オーブ多分取るかなと思いますけど、いや取らない。でもオーブ取るならジェットに渡したいですよね。ただね、せっかくアストラ入れてるんだったらアストラに持たせてもいいのかなとは思いましたけれども。はあ、スローで入りますか。いや、これタレット封じですね。いろいろ試してそうだな。さあ、ネスも気づきました。いいですね、引き。あくまで耐えるという判断。マンチキン続ける。ナイスキル。オーケーオーケー。よし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 。逆転成功。87。いやー、こう思うと最初の2本目重かったですね。重かった。いや、本当に重かったですね。いつ2本目取れるんだと思いましたけど、ここまで来ましたよ。もう温まりましたよ。ここまで。やめんか、今テレコしてる、やめんか。テレコしてる。いやー、よくマンチキンも取りますわ。マンチキンミニマップ小さすぎてよく見えない。ここですよ、ここ。武器は更新はしてません。スペクターとジャッジ、調整気味ではありますが、まあ、どれだけ削れればかなり大きいラウンドになるでしょう。まあ、正直3人削ったら大きいですよ。いや、一瞬見えたぞ。ライトヒル。いや、これ見えてます、見えてます。今一瞬スモーク出てくるの見えましたから、ここにいるぞというような報告も入りました。ただそれを見てどう戦うかというのが難しいところですね。この武器差、問題はライトバックですよね。戦いやすそうですね。アランボットもマーケットに入ってますもんね。まあ、ライトバックここでむしろ切ってくれた方がいいかもしれない。スモークはめんどくさい、これ一番めんどくさい。これ B バサミのライトバックですね。ライトバックからのフラッシュイン、これはまあおとなしく入れさせましたね。中にはいや、これはね、大事な武器ですよ。いいオールドの日本のジャッジ精度高いですから。さあ、ここでゼルス下がる、2本目が刺さりました。素晴らしい合わせ。さあ、接中、武器も回収できたから5対4、人数有利ですよ。人数有利、もうメインを早めに取ることさえできればという感じですかね。大事です。ここ取れれば本当に大きい。スモークを焚いてガレージを塞いでいきます。いいスモーク。メインにいるのは分かった。ペニー取られましたね。はい、ペニーのワンキルで4対4、マンチキンを落とされました。エントリーどうでしょう。スペクターの距離まで持っていきたい。近場、いい交換だ。いいぞ、いいぞ。ただ時間だいぶ使わされてる。最悪飛ばせば十分です。いや、だいぶ時間使わされましたね。いや、ネスはもう飛ばす判断です。そうですね、2人飛べば相手は次エコー。あー、十分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 、4人削りは大きい。これでどうだ、クレジット苦しいはずだが、相当苦しいですよ。連敗ボーナス消えたので、クレジット状況的に言えば間違いなくクレジラ君が有利です。
ベニー怖いですね。うん、いいところでワンピック取っていきます。ここはちょっとね、しょうがない。いやー、このジェニーズが正直なんかウィッピーよりなんかいい活躍しているように見えちゃうんだよな、うん、そうですね。ああでもまあ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 、ね、ちょっと苦しいぐらいかな。ペニーが結局ブレードストーンなので、まあブルロック2本というのはそこまで苦しくはないか、うん、結局でもジェミーズもシールド更新できませんね、うん、33です、ゼファーオペレーター大事だ、リオ倒された。ただゼファー取り返した。オペレーターなんでちょっとこれ以上無理にいけないですね。11これは明け渡すしかないか。ペニーのブレードストーム怖いです。You should run. ロックダウン、これは破壊できませんね。いや破壊し、あー失敗、あー戻ったか、失敗しましたね。引けるかな、引けましたねゼファーも。さあここから素早い取り返しが必要です。ハンターズ修理、おお、ここで打ちますか。時間稼ぎのため、うわすごい時間稼ぎ、全て乗せていきました。取り返しはどうだ、時間がない、これは時間ないですね。かなり使わされました。アビリティの使い方が一流。これがバージョン1、後ろからペニー、メデューサも取り返した。しかしブルドックでワンキル、これで8対9バージョン1、今度は逆転。オペレーターもちょっと保有難しいかな。おお2人飛んでる、飛びましたね。おお全員取った、大きい。お金ないぞ、これまたクレジットないですよ。ないっすね、これはさっきで厳しかったんで。クレジラ君なら買えると思いますけどね。連敗ボーナスはあります。これ飛んだの大きいですね。大きいですね。このペニーよくメデューサ倒しましたね。恐ろしいですね。あ、やっぱクレジット苦しいですか。バンダルとスペクター2、スペクター2本、うん、そうですね、そうですね。アルティメットだいぶ今使ってもらえたので、うん、ハンターズフューリーなどをここで切ってしまってもいいですね。メデューサここ取りたい。嫌なオールドロン、いいスモークのカバー。ゼファーの立ち位置を変えました。いやもうカバーつけて3人で守る戦い形ですが、あー熱いというところで A 展開、しかしリオンは気づいています。いやただ止めれないんです。頼むよマンチキン、ハストマンが止めれない。うわー、マンチキン挟まれた。リオン頼むぞ。うん、逆ろうと思ったタイミングちょっと噛み合いましたね。どうだゼファー、待ってる、見せてくれ。ここの打ち合いはジェミズ、難しいところですね。2 on 4、いや全員引き配置、緊張感のあるスマホ。ゼファワンオフォーからワンオスリー、いやーここは抜いていくエフィーズ、武器も回収して、今度はクレイジーラ君がおそらくエコラウンド8対10です。そうですね、今ミッドにリオンがカバーいったのはすごく良かったんですけど、それを見て即座に A ショートに切り返していたバージョン1も素晴らしかった。今までリオンはオーメンを使ってましたけども、アストラだとスターを設置しなければアビリティを使えないという点で、今のようなショートに対する止めがないんですよね。オーメンであればここパロニアで止めれたんですけどね。しかし本当にエフィーズの活躍は先ほどから見られますね。いいカバーですよね。今も3人目のエントリーでしっかり仕留めていくという。面白い、面白いぞここ。いやただ今まで結構オーバーのオールドローンで丁寧、いや今回オールドローンないぞ。ジャッジ行け、行け、2人十分です、十分、人数も分かりました。ネスのこのポジション意外とバレないんじゃないかな、今のワンキルの後だと。宿れ、確かに誰のシェリフ宿らせる、ラズのシェリフ宿れ、やっぱラズか、ラズですね。宿ってくれ、そうですね、ピンポイントでこのポジションには何もアビリティないですね。いいですね、正面からこうなるとネスがまた消えていきますね、この存在が。引くか、引くか、ただ切り返されても A ショート固めてるんで、ゼファーもショーティーですよ。メインに下がられると一番めんどくさいけど、さすがにこの時間メイン回らないでしょう。うわ今度はショーティ
噛み合ってるぞ、噛み合ってるぞ、いける、さあ行け、さあ行け、いけるぞ。レータの挑戦やどれ、よっしゃー、1バレた、1バレた、1バレた、まだ成功してる、ネスモ武器取りに行った、よし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 、やれ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 、いけるぞ、やれー、よし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 、これは大きい、ここ取れちゃうんですよ、クレイジラ君、いいスルーティー、いややっぱ日本のジャッジは違います、いやもう全然違った、ね、はい、岸君の言う通り全然違った、うん、僕らはね、ジャッジ、バッキー、ショーティーに苦しめられてきましたから、うん、そうですいやこれ見て、このエルダードラゴンももう嬉しそう、もう鬼ですよ、鬼、鬼のショーティーがもうもうこれこれもうこれこれ、うん、ショーティーにやつで2人持ってけるってすごいすごいんだよ本当にやばい、うん、クレイジーラックだけ最強でいいんだよショットが、うん、いやゼファーの嗅覚エイム完璧でしたね、かなり強いことになりましたね、ゼファー、エコラウンドです、バージョン1、いや強制バイ、これはラウンドしっかり取り切りたいですね、むしろゼルスがライトバック持ってるのでヒーローズバイです、位置がバレました、グラビティベルで吸ってここは逃げていく、リコンボルトも入った、ここはスモークで隠していきます、ゼルスバック、ここはいいですね、しっかり引き切りましたね、素晴らしい、消させる形にはなってしまいましたけど、ただアルティメット4つあります、何使うかな、ネスのロックダウンはどこだ、ハンターズフューリーの回収ありますからね、入っていく、ロックダウン、全てを使っていった、どうだ、ログを見せてくれ、いや緑に光っている、素晴らしい、素晴らしい、よしよしよし、縛れてる、あとロング側とショート側というのは分かっています、スノースリー、これで怪獣阻止のハンターズフューリーナイスからね、使わせたので、ナイスナイス、よしナイス、10対10、追いついた、追いついただけじゃない、クレジット有利、アルティメットも残してる、いや2つのアルティメットだけでいきましたね、ネスとマンチキンのアルティメット、いや大田さん来ましたね、10対10、いや来ましたね、すべてが今悪くない状況なので、うん、多分気持ち的にも、うん、その序盤に比べていや戦えるって気持ちになってますよね、なってますね、いやマンチキンよく中で耐えた、いやその状況でね、ブレードストームハンターズフューリーがあるのは日本チームとしてありがたいです、ね、韓国語のハンターズフューリーをスローで聞くことになるのかな確かに面白いですよねまあ多分キルジョイ、ジェームズ、ジェミーズのあのロックダウンだけ警戒ですけど、まあ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 、そうですね、いやゼファーのオペレーターですよ、いや今回またこうミッドとマーケット厚めの面白い配置しますね、クレジラ君、あくまで前には詰めないようですけども、動き回って対応してる形が続いてますね、これ A ショートまた怖いですね、ちょっと狙われそうな空気が出てますけれども、でもハンターズフューリーがあるの大きいですね、うん、残せましたからね、これロックダウン潰せますからね、まあ、逆にそれ利用してくる可能性もありますけど、ゼルシスはセンターで楽、いやー要所要所、本当にこのネスが抑えてるんですよね、顔を出さずに、これまた A ショート詰めですけど、リオーでリオーでかすぎる、さあキャプテンリオン、いいですね、スモークも焚いて足止めしてますね、ペイントダウン帰ってきて、マンチキン有利作れたから、マンチキン合流です、いいカバー、ああやしまった、しょうがないですね、ここは4対3、まだ前半も耐えてる、リオンデファメインでのオペレーター、組み立ててちょっと3対3、当てなかった、ハンターズフューリーで、うーん設置阻止できない、設置阻止できません、ヘブンシャに隠れる、これを切ってしまったが、こうなるとロックダウンが刺さってしまいそうですが、ちょっと怖いですよ、いやロックダウン打ちますよね、11本目確保するためのロックダウン、ただ抜きました、入っていく、スノンズ、スノンズ潰しに行きたい、しかしロックダウン中、いやーゼルシスが強い、ワンオツ、トハンドラさん4キル、流れが今度はバージョン1に傾きました、そしてライトバック次のラウンドで上がります。あるとすれば今人数有利だったんですけど、ちょっとゼファーも欲張ってしまったんですけど、テイルウィングがなかったので逃げれませんでしたね。うん、惜しいな。惜しかったですね。ここ良かったんですけどね。
悪かったというより、やっぱりこうバージョン1はやはりこう連携も取れてますし、攻撃力が何よりありますから、人数差があるとはいえ警戒できないです、警戒しないと危ないですね。クレジラ君らしい戦い方ではありました。ここでオペレーターがなくなりました。ゼファー、これラインとバック上げてA行くんすかね、らしいでしょうね。タクティカルタイムアウトです。まあ、ライトバック来るだろうで、どうオーブを抑えるか、もしくは入れさせるか。ここ落としてしまうとクレジット、フルバイが厳しくなってくると思うので、どう取るかですね。ハンターズフューリーも結果的に切ってしまって難しいですね。まあ、ここを落とすとライトシールドでのバイになりそうなマンチキン、さあここで指示を出していきます。いや、ここまでね、まあ、日本の各チームを支えてきましたツインクルコーチが、現在はこのクレイジーラクーンのバロラント部門を支えていきます。どういうオーダーを出していくんでしょうか。まあ、でも落ち着いてますね。どう止めるかだな、難しいな。そうですね、難しい。まあ、緊張感ある中での戦いです。むしろ今ちょっと汗をかいているような、むしろ体がほてってきて熱いのかもしれませんね。そうですね、いい形ではあります。アストラソーバのアビリティでランイットバックでジェットエントリー、ああそれに対してマンチキン前に出るのか。なるほど、オーブを、まあ、できるだけ取らせないようにしてるんですかね。そうですね、最悪体力も削れればというところですかね、ペイントダウンで。お、ここは映像、現地からの映像がやや止まり気味で、送られてきておりますけれども、なんとか始まりますね。ほっとしました。止めに行ってますね。止めに行っているマンチキン、ここのオーブの重要性は CR も分かってるんですが、まあ、これは確かないですね。もうグラビティウェルが来るの分かってましたからね。まあ、これで取られましたけれども、このラインとバックをどう活用するかですね。これ素直な映像ですね。来ましたね、ライトバック。ここに対しては返しの、ただマンチキンワンキル取った。ゼルスには相手したくない。マンチキン残ってる。マンチキン粘った。十分です。十分です。さあ、スパイクが落ちて設置はできていないので、どう取り返すかの。さあ、フラッシュも使いましたね。これアストラの分かちも来ましたね。いいですね。相手にフラッシュはありません。それは分かっています。だからこそここで使う。グラビティウェルはどこに置くか。いや、その分ショート取りに来た。ゼファ希望のブレードストーム、ここはエイディース耐えた。いいよ、ヘブンからのカバー、ゼルス回っていました。やはり少しでも苦しくなったら、今みたいにこう A ショートを即座にブレイズを使いながら取りに行く動きがありましたよね。この2デュエリストが止まりません。ゼルシス今の動きめちゃくちゃ良かったですね。ずっと走ってましたよね。ゼルスとペニー、この2人でかき乱しました。やはりこうリテイクをきれいにいこうとするクレイジーラクに対して、今のようなこう不利状況を覆したいがための強気な動きっていうのがちゃんと刺さってしまってるんですよね。いや、なんか頭痛くなってきた。ここで頼みはジャッジ2本。いや、緊張するなこれ。リオンマンチキン、メデューサのみが武器が購入できています。ハンターズフューリー上がってんのか。あ、早いっすね。ハンターズフューリー、キャー、ハンターズフューリーでリオンが落ちました。さあ粘れるか、頼むぞ。ゼファーがここで倒された。ゼルス、バニティ、2人に落とされて、なんとか取り返していくのはマンチキン。いけそう、突破取った。よし、体力が苦しいな。2オン3、メスもいますよ。いやー、ジェミーズがメス、どうだ、ペイントダウンあるぞ、マンチキン。ああ、やだし、場所分かりました。ワンオツ。場所分かったぞ。まだあるぞ。ネス行け。ネス。いけるよ。ネス。いや、なんだその立ち回り。ネス。ロードだ。ロードだぞ。ハーフまではいける。ハーフまではいける。誰と見つかってない。いやあ。ダース取った。お前がクラッチキングだ。お前がクラッチキングだ、ね、やっぱりでした。よく取ったな今の。タレット180度の離
判定があるタレットが向きませんでした。いやーこれはもうトレンド入った、これは熱産トレンド入りだ。いやよく取った、いやよく取った、いけオーバーテイムいけ、いやもうここもうすごい違反だったけどね、相手もめっちゃ苦しかったこの状況。マンチキよく削ったよね。いや本当間違いない、それも本当に思います。ここもね一人持ってきましたしね、ちゃんとね、よくここね、じゃあ繋げたね、この体力瀕死に持っていたのもあったから、ジェイミーズも強気に体出せなくなった。あのワンオツ本当よく取れたな。いやいきますよいきますよ、クレジット状況お互いやや苦しめ、バニティが、バニティ、いやバニティってジェミーズが2人ともスペクターですね、はい、いやここ止めたい、いやネス一方的にロックダウン上がってますからね、これ取り返しできますよ。いやメデューサの B は硬いですから我々も見てきています。ゼルシスこれまた B のオブ狙ってんのかな、また上がるんすか。まあ狙うでしょうね、オブにスター設置してますね。音聞こえたら吸い込みショックボルトですかね。音聞こえたらそうですね、完全にそこピンポイントで警戒します。大丈夫メデューサならいける、タルトン聞こえてますよ。いやバージョンはもう落ち着いてるな、ストクラス、おいった、当たってない、ちょうど下に破裂してしまった、牽制はできた、マチキいいペイントだ、いいぞ、止めてくれ、止めたぞ、止めたぞ、水ゆり大手にしよう、大手にしよう、下がる、どうだ、ネス、今度はネスだ、ネス、耐えてくれ、いや、これ、寄ってるの見えた、ゼファーも落ち着いてる、いや、武器が強い、ネス、マチキン、もう寄ってる、もう寄ってる、マチキン頼む、うわー、マジで、スノースリー。今度はゼファーメデューサ、ブールドックに持ち替えました、フラッシュで行けましたね、時間はない、いる位置分かった、いいぞ取り返し、スモークス、弾がないタイミング、時間がない、ナノスワムだ、もう行くしかない、コンセントレートオーバー、体力ないぞ、ない体力ないぞ、ガチだガチだ、うわ13対11ファーストマップはバージョン1、うん、いや